ホークスベリー川鉄道橋は、オーストラリア、シドニー北港、ブルックリンのすぐ北で、ホークスベリー川に架かるメインノーザン鉄道線の鉄道橋である。シドニーハーバーブリッジにその地位を譲るまで、オーストラリア最長の建造物であった。この鉄道橋の開通をもって、アディレード、メルボルン、シドニー及びブリズベンを結ぶ鉄道門が完成した。当時の主要な工学的異常であった。 1887年4月7日、メインノーザン鉄道線の単線区間が、ホーンズビー駅とホークスベリー川との間で開通した。北へ向かう乗客と貨物は、ロングアイランドの東端にあった、リバーワーフのプラットフォームで一旦降りて、2階建ての、後部外輪蒸気船ジェネラル、ゴードン号に乗り換え、ブロークン湾に出て、ブリズベンウォーターを北上する3時間の船旅で、ゴスフォード駅へ向かい、 そこで、再び列車に乗り換えていた。1887年8月15日に 1.7km のボイボイトンネルが開通すると、船が必要になるのは、ホークスベリー川を渡るときと、マレット入リエの奥にある、マレットクリーク駅へと至る区間のみとなり、旅程は、顕著に短縮された。建設中の第一橋、1888年代一橋と建設中の第二橋、 1945年、頃並び合った第一橋と第二橋。第一橋撤去前、第二橋。撤去された第一橋の橋脚だけが背後に少しだけ見えている。映っている機関車は、NSWGR の AD60K1886 年1月、ニューヨークのユニオンブリッジカンパニーが、ホークスベリー川鉄道橋の建設契約を落札した。 しかし下請け契約者もまた実際の建設作業に携わった。橋脚は下部がコンクリート、上部が砂岩の石像で構成されていた。スパンはランガーアイランドで組み立てられ、建設現場まで約1500メートルを橋気で運ばれた。ホークスベリ川鉄道橋は、それぞれが127メートルの鋼鉄製、スパン7つを持ち、全長は890メートルだった。 橋脚のうち5つは満潮水位下46メートルから49メートルの深さに達していると記録された。橋南側のロングアイランドにはトンネルが掘られた。橋は公式には1889年5月1日に開通した。開通時点でホークスベリ川鉄道橋は最下試験が行われたオーストラリア最長の構造物であった。 最下試験には2種類の異なる方法が用いられた。第一の方法は、スパン中心に最下した上で変形を光学的に測定するもので、異なる橋脚上に登った2組の観測者によって計測された。第二の方法は変形とたわみ量すなわち角スパンの曲がりを正確に測定するため水準器を用いるものだった。 最下試験は1989年4月24日にニューサウスウェールズ州政府鉄道局の技師長補佐であったヘンリー・ディーンをはじめ高官たちの列席の下、実施された。朝のうちスパンの上に列車をゆっくりと前後に通過させて必要な測定を繰り返し行うことで個々のスパンは別々にテストされた。このテストはスパンごとに繰り返されたが第2スパンのテスト中。 光学的測定値と水準器の測定値に不一致が見つかった。原因は水準器の接続パイプからゆっくりと水が漏れていることだと判明した。使える水準器は一つしかなく、スパンからスパンへと計測を続けるうちにさらに悪化した。結局、水準器による計測は断念され、すべて光学的計測法で試験することになった。 午後からは2両を1組とする2組4両の機関車による速度試験が行われた。機関車はロングアイランドトンネルの上に立つ旗振りの合図によって一斉に発射し、ホークスベリー川駅からロングアイランドトンネルを通って橋を渡り切った地点までの区間を全速力で駆ける抜けた。橋の両端で線路は単線であったが将来の伏線化を視野に入れて橋自体は 複線幅で建設されていた。このことが強情で列車交換を行うという好ましくない運用を招いた。これはに列車分の過重によって構造物に定期的に最大応力が付加されることを意味した。第一橋は1927年に補強が必要となるまで立派に務めを果たした。1938年、橋脚の一つに深刻な亀裂が見つかり、 構造物全体を取り替えることが必要になった。最南端の橋脚は、そこの川床に堆積物が多く、初代の橋を建設当時は、基盤岩にまで基礎を到達させるのが不可能だった。このことが、初代の橋が破損した原因になったのだろうと、推定された。しかし、橋が破損しているからといって、当時の陸上輸送において、重要なルートとなっていた初代の橋は、 その使用を中止するわけに行かなかった。しかも1939年に始まった第二次世界大戦中には、この橋における列車の交通量は1日あたり100本に及ぶに至った。やむを得ず、初代の橋にかかる負荷を軽減する方策が取られていった。具体的には、第二共感性までは、急遽を走行する列車に速度制限を課すものとされた。 制限速度は当初時速 23km だったが最終的には時速 6km まで落とされしかも橋への負荷の強い橋の上での列車交換を確実に阻むため軌道が一つ取り外され伏線部分が除去された新しい橋の建設はニューサウスウェールズ州政府鉄道局により1940年7月に始まった戦術の理由から 早急の建設が求められたため、早期に完成させるべく最善の努力を尽くしたにも、かかわらず、戦争終結後まで橋は完成せず、開通したのは1946年7月1日だった。新橋は、急遽の西つまり、上流側60メートルに建設され、3種の異なる長さを持つ8つの鋼鉄製スパンからなり、橋脚は水面下56メートルにまで沈められた。 新たに2本のトンネルが南側のロングアイランドと北側の小倉ポイントのアプローチ区間に掘られた。新橋のスパンはロングアイランド北側で急遽に近接して建造され、正しい高さに持ち上げ橋区状に乗せてから満潮時に浮かべ外した。新橋完成と同時に急遽は撤去されたが、上部が左岸性の橋脚だけが川の中に点々と残されている。 1> 第1教用のロングアイランドトンネル、リバワーフのプラットフォーム及び、第2橋の建設ドックも元の場所に移行こうとして残っている。ありがとうございます。